サンプルインジェクターは高速液体クロマトグラフィーまたは同様のクロマトグラフィー装置においてサンプルを注入するにあたって用いられる装置である。HPLC インジェクションバルブは HPLC システムのポンプとカラムの間に位置する。出回っているインジェクションバルブにいくつかの種類がある。これらは利用可能なポートの数が異なっている。以下の情報は6ポートバルブである。 この種類は一本のカラムを用いる資料注入において最も一般的である。ノブ6ポートバルブの背面この種類にはいくつかのモデルが存在する。注入ポートはノブ側またはポート側に位置する。少量の資料の場合はノブ側に注入口を持つモデルが好まれる。例えば資料がループにより近く注入されるほど損失は少なくなる。ノブを回すことで インジェクタは、ロードとインジェクトの二つの位置に切り替わる。ループは、ロードモードにおける飼料の貯蔵場所であり、メスシリンダーとしての機能を有する。ループ内にある量のみがカラムへ送られ、余分な飼料は、ウェイストポートから排出される。5エルから5トルの容量のループが利用、可能であり、これらは交換可能である。全面から注入する種類の高齢は、 レオダインモデル7125である。背面から注入する種類の恒例は、レオダインモデル7010である。レオダインモデル 7125HPLC インジェクタの分解組み立て図インジェクタが、ロード状態にあるとすると、ポンプとカラムは直接連結されている。用理液は、資料なしでカラムを通過する。その上、資料ポートから排出ポートへはループを通して連結される。 したがって注入されている資料はこの間には止まっている。このため資料の量が正確に決定できるようにループの容量を選ばなければならない。分析用途の場合は大抵ループが常に資料溶液で満たされるように超過量が注入される。資料が注入された後インジェクタをインジェクトポジションにセットできる。インジェクタ内では ポンプとカラムの直接連結が切断され、ループを介した間接的連結が形成される。このようにして資料はカラムへ入り、クロマトグラフ分離過程が始まる。ありがとうございます。